はい、ではね、いよいよ最終回パート3になりますけど、なんかめちゃくちゃ楽しそうじゃない？めっちゃ楽しい！いいね。じゃあ、もっと福ちゃんをテーマにしていきたいと思うけど、弁理士になるの何年かかったの？っていうか、弁理士って何よの世界だと思うんだよ、ほとんどの人はね。まあ、そもそもうちの親父がやってて、今年の春、宇都宮駅東口に新規事務所をオープン。今、勢いに乗る福田信夫弁理士は、親子2代にわたって宇都宮の発明を支えてきた。今夜は、特許で培った新しい目線で話題にひらめきを与えてくれる。その親父が、まあ、ある日突然死んじゃった。それで、まあ、家族から言われて、弁理士になると。言われて、そっからスタート、勉強スタートして。え、その亡くなる前はしてなかった？勉強はしてない。いつかなるかなっていう。そう、いつかでそんなすぐなれるの？いやいや、なれないなれない、なれないなれない。そう、だから全く勉強もしてないし、試験も一回も受けたことないし、うん、でも、いよいようちの親父が死んで、うん、もう後継ぎがいないから、うん、1年発起をして勉強を始めて、1年8ヶ月、まあ次の年だね、試験2回目でなんとか合格したい。でもすごいことじゃない、2回目で合格。まあさっき言ってたけど、やっぱ働きながらみんな試験を受けるから、こう何年かっていうのはかかるんだけども、はいはいはい、その時もういやおうなしにこうみんなから資格を取れってことで、働かなくていいと、ただ勉強だけしろってことで、もう四六時中、もうとにかく一日ずっと勉強だけ、資格だけの勉強だけをしてやってたから、要は仕事しなかったから勉強漬けで、なんとか2年ぐらいで。だけどさ、今の福ちゃん見てすげえ思うんだけど、一日中勉強できた？できた。すごいね。その時は切羽詰まってたから。やっぱ切羽詰まるってやるんだね。あとみんなから責められたわけじゃないけど、うん、今まで何してたんだと。それ国家試験とかってやって、うん、勉強すれば受かる試験とも限らないからね。もちろんこちらのね、試験はやはりね、理解して飲み込んで表現するからめちゃくちゃ難しい。弁護士だってそうでしょ。まあそうかもしれないけど、うん、とにかく勉強できた精神力もそうだけど、うん、適応力ね、この試験。2人でさ、こうバトルっていうわけじゃないけど、なんか弁護士と弁理士の違いをこう、なんていうかな、論理しようと思ったらどういう観点になってくるの？どうだろうね。もし、まあ、分かりやすく言えば、うん、あのお互いやることは権利だから、権利を守るって意味では共通してるけど、あの権利を守るっていうのは究極的には裁判になっちゃう時があって、はい、裁判になった時にはとことんいけば弁護士が最後までやる時があったりする。あ、じゃあ味方になる時と敵になる時があるってこと？でも厳密に言えば、その依頼を受ければ弁護士は動く立場だから、例えば彼から受けたら自分は一緒になって戦って勝ち取るわけだよね、目指すわけだから。ただあの最後まで裁判をもちろんできるんだよね、できる部分も裁判できる部分も持ってるんだよ、弁護士さんも。福ちゃんも裁判行ったことあるの？ある。え？マジで？あるけど、あの基本的に弁護士と共同代理っていうのが原則だったりとか、いろいろ制約はある、うん、弁理士だけで単独でこう裁判するってことはなかなか難しい。ちょっと唯一あるものもあるんだけど、うん、基本的には難しい。なんで基本的には協力関係でこう相手に戦っていくっていうのが一つで。協力したことあるはない。あの依頼が来ればこっちのね、その争い事があればすぐお願いしたいんだけど、うん、そもそもそんなに争いがある世界でも、うん、そこまで多い世界でも、弁理士の方が、そこまで争いが多い世界でもないから、なんか特許っていうとありそうな気があるんだけども、うん、実際にはあるんだけども、うん、あのその裁判とかまで行くっていうところまで行くケースがあんまり少ない。まああればすぐにもちろん依頼をして、うん、一緒にやっていきたいなという思いはあって、うん、そういう弁護士になって悔しかったことってある？それはあるね。あ、やっぱあるんだ。あるね、それはね。だって、まあ、具体的にはね、うん、言えないだろうから聞かないけども、うん、それはね、やっぱり裁判は真実と一緒になるべきだけど、うん、そうとは限らないなって思わざるを得ない時もある、うん、
やっぱり証拠が今一つ足りないとか、ね、でも自分が信じてね、やっぱり真実はこうだろうなと思ってるけど、うまくそうはいかない時もある。福ちゃんなんかもある、やっぱり。まあ、あるね。今みたいな具体例はなかなか出せないんだけれども、うんうん、クライアントの利益と思って良かれと思ってやったことが、はいはい、その相手には伝わらなくて誤解をされてとか、なんでそれをやったんだとかです。あ、ないね、結構。で一生懸命説明してももうそうなるとなかなか信頼関係がもう崩れちゃってる部分があって、うん、でもやっぱ大切な信頼関係、信頼関係一番大事だね、それで成り立ってる、うん、うん、そこは我々共通だよね、うん、はやっぱりそこは人のせいには最終的にはできないから、うん、やっぱり自分の能力がね足りなかった、説明が不足してたっていうふうに思わないといけないから、うん、だから2人仲いい。そうだっけ、だからそうだっけ。せっかくまとめようとしてんのにそこでつまずくんじゃねえよ。いや、こっちが望みなのかなと思ったけど、そんな綺麗事聞きたくねえよって、どっちだってこう突っ込むからね、この人。まあまあそうね、仲いいのはね、家が近所で小学校中学校一緒だったっつのが一番。あんまね小中学校の話はしたくないけども。聞きたーい。聞きたーい。まあ最初言ったか言わないか、うちら3人吹奏楽部でね、でも福ちゃんは俺が吹奏楽部員だっていうのを覚えててくんなくて、俺悲しかったよ。バカバカで再会して、もう15年以上前だね。以上前だね。30だよね。30か31ぐらい。20年ぐらい前だよね、うん、だからで再会して一緒に遊んでんの、俺吹奏楽部だよって。おいたっけ、ひでんだよこの男。今までの部位を全部覆してやるけど、あの店長さんは、うん、だから トっていうのはちょっとあれだけど、ちょっと違うことを言いそうになっちゃったけど、店長さんはね、あの多分俺が好きだから部活一緒になったんじゃないかなと思ってたんだよね。いやいやいや、絶対ないよ ね。いやいや、その通りだよ。マジか。そう、多分ね、そうなんだよ。どこまで行ってもね、やっぱ同級生って盛り上がっちゃうっていうかね、すごいのよ。でもね、本当に本音で言って身の回りにこういう弁護士弁理士っていうのがいるっていうのが、僕の計算高いんじゃなくて感情的な利益だと思う。だってやっぱ尊敬する人がいるとやっぱ負けたくないじゃないけど、ライバルって言ったらおこがましいんだよな、また。いや、わかる、これ男の世界の話なんでね、あれなんだけど、お互い切磋琢磨してっていうか、ね、そうなのだね、共に成長して、うん、それぞれのね、あの持ち場でね、持ち場でやっぱり自分らしくやってくれれば一番会った時に楽しいもん。だからこけてほしくないもん、実際。福、うんうん、ちゃんもりっちゃんもだけど、やっぱりその道でプロフェッショナルになってほしいし、そうなるとうちらもなんか必死にこう食いついて頑張ろうみたいなね。あんま責めんじゃねえよ。弁護士さんって弁護士事務所ってこう看板あるじゃないですか、うん、そこ普通に入ってって相談したいんですよ、でいいですか。さすがにちょっとね。アポは取っていただいた方がいいかもしれません。事前にちょっと聞いて、その電話番号載っちゃっても大丈夫。あ、まあまあ別に普通に。じゃあ、あの今ここにテロップバシッと出すって。あ、そうなの。はいはい。いやいや、そんなのやめてください、やめてください、やめてください。まあね、言ってみんな個人事業主なんでね、あの5年後10年後ね、これからもどんどん伸びていきたいと思うけどね。どうでしたか今夜は。なんか勉強になりましたか、参考になりましたか。勉強になりました。本当ですか。だって全然わかんない教師の考えで、はい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 、もう全然違うって、自分の頭の考えてるのと全く違かったんで、すごいです。いや、じゃあよかったね。よかったです。キャアシスタントありがとうございます。閉めないでください。まだですからね。いや、私がありがとうございます、感謝しただけなんで。あのりっちゃんとくちゃんで、まあね、あのこれ以上やるとグダグダになりそうなんで、締めていきたいと思いますけどもね。渡辺律法律事務所全員さん、はい、と福田特許事務所。福ちゃんは今年オープンですか、宇都宮駅の東口、まあ、2点滝谷町から新規事務所で、もし発明に興味がある方はぜひ、あ
なんなら僕を通してくれてもいいです15% くらいのマーベル。まあそういうわけで締めていきたいと思います。今夜もねお付き合いどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。またねりっちゃんと福ちゃんにはね出ていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。